百0新英図伝、漢夫人やマ夫人は、三国時代の食漢の選手、劉備の即位前の即室。忌名は梅、予習敗国の人。食漢の第二代皇帝である劉禅の母、劉禅が即位すると、皇后を追贈された。194年、劉備が予習志士として勝敗に移住した頃、即室となった。劉備が何度も、性質を失うと、漢夫人は、 身分の低さから、側室のままであったが、最も長く連れ添っていたので、奥向きのことを取り仕切っていた。207年、劉備に従って、慶州に赴き、そこで、劉禅を生んだ。208年、曹操の軍勢が南下し、東洋の長坂で追いつかれると、劉備は、漢婦人と幼い劉禅を置き去りにし、逃走した。この時、趙雲が劉禅を抱き、 漢夫人を保護したため難を免れた。時期不明だが、石壁の戦いの2年後に死去し、南軍に埋葬された。222年、漢夫人に住めら思え夫人と送りなして、駅州に移送することになった。しかし、棺がまだ到着しないうちに、劉備が放御し、劉禅が即位したため、諸葛亮は、ライアス志らと死後を検討し、漢夫人に、勝烈皇后と、 送りなした上で、劉備と恵み料理が圧倒した。なお厳密には、小列は、漢夫人自身を示す送りなではない。皇后の追合と合わせて、小列帝の皇后という格式を表すものである。このため、自身に、僕と送りなされたクレ夫人は、職所において、僕皇后と表記され、自身に、送りなのない天婦人は、漢皇后と表記されるのである。 玉人のような色白の美貌を持っていたと記述されている。貧しい家で育ち、18歳の時に劉備の妾となった。その時、カナンの人は劉備に美しい玉人を献上した。劉備は配下と共に昼に軍略を論じる。夜になると甘婦人を抱いて玉人を鑑賞した。他の長期は寒婦人だけでなく玉人を嫉妬した。 その様子を見た菅夫人はその玉人が壊されることを望んでおり、劉備に今の情勢は不安定です。こんなものを持ち生やしている時ではありませんと還元した。劉備は恥ずかしい思いをし、玉人を持って行った。当時の人は新地夫人と称賛した。曹操が渡しの戦い前に助手の劉備を撃破すると、関羽が天夫人らの命の安全を誓うことを条件に、 投稿している。その後、勘が、勘渡しの戦いで、炎症軍の元領、文州を打ち取り切りを果たしたとして、勘夫人らを引き連れ、慶州に向かった際には、山賊の都園に捕まってしまうが、勘を尊敬していた領家に助けられている。長坂の戦いでは、勘夫人は無事逃亡に成功している。赤壁の戦い後、勘夫人がすでに亡くなっていることを知った周遊は、劉備と、 孫夫人の婚姻を提案する。ありがとうございます。